透明になりたい週間1位は必然だった。歌詞が刺さりすぎてつらい。ナンバー・アンダーライン愛とウンディーが表現した現代の闇とは、透明になりたいだけじゃない。ナンバー・アンダーライン愛の新曲が歌っていた、本当の思いに涙が止まらない。音楽は常に私たちの感情や経験を代弁してくれる存在だ。特に、私たちが言葉にできないような感覚や心の痛みを、音楽は時には優しく。 時には鋭くく表現してくれるそんな中でナンバーアンダーライン愛の「透明になりたい」という曲が9月18日から24日のレコ直週間シングルランキングで1位を獲得したことは多くの人に驚きではなかったかもしれない。この楽曲が多くのリスナーに支持された背景には単なる音楽的な美しさだけでなくその歌詞が現代の私たちの心に深く響く要素があるのではないだろうか。 透明になりたいというフレーズ自体は、非常に直感的で、誰もが一度は感じたことがあるかもしれない感情を的確に捉えている。透明になるという願望は、消えてしまいたい、誰からも見えなくなりたい、そんな逃避の感情と結びついている。そして、今の時代に生きる私たちにとって、この感情はますます共感を呼ぶものになっているようだ。SNS やインターネットの普及により、私たちは常に誰かに見られ、 強化されてていいるるような感覚を抱くことが増えている写真を投稿すれば「いいね」の数が気になるし発言すればすぐに反応が返ってくる自己表現が容易になった一方で逆にその表現に対するプレッシャーや不安感も増しているのだそんな中で透明になりたいという願望は現代社会における新たな孤独感やストレスの象徴なのかもしれない楽曲の中で歌われているメッセージはただ単に「 消えてしまいたいといいたとうだけではないむしろ、その裏には、本当の自分を見つめたい、という切実な願いが隠されているようにも思える。私たちは日々、社会的な役割を演じたり、期待にいられたりする中で、本当の自分がどこにあるのかを見失いがちだ。透明になってすべての外的なプレッシャーから解放されたとき、私たちは初めて自分自身と向き合えるのではないか。ナンンバーアンダーアダライン愛の 透明になりたいは、その意味で非常に深い自己探求の歌ともいえる。さらに、この曲がリリースされた背景には、2020年代における社会的変化やパンデミックの影響も無視できない。多くの人が外出を控え、家にこもる時間が増えた中で、私たちは以前よりも多くの時間を自分自身と向き合うことを余儀なくされた。この自己との対話の時間は、人々にとって必ずしも心地よいものではなかったかもしれない。 孤独感や不安、そして未来への漠然とした恐怖が、私たちの日常に入り込んできた。それまでの社会のリズムが一時的に停止したことで、多くの人々は、透明になりたいという感覚を一層強く感じるようになったのではないだろうか。パンデミック後の社会は、以前のように活気に満ちた生活に戻りつつあるが、その過程で多くの人が感じた孤立感や無力感は、今も心の奥深くに残っている。また、 楽曲プロデュースを手掛けたウンディーの存在も、この楽曲が1位を獲得する要因の一つとなっている。ウンディーは若手アーティストとして、日本の音楽シーンに新しい風を吹き込んでおり、彼の作品にはしばしば現代の若者の悩みや葛藤が色濃く反映されている。透明になりたいも例外ではなく、彼の手によって繊細かつ感情豊かなサウンドがこのテーマをより一層引き立てている。彼の音楽は、 ジャンルを超えて多くのファンを魅了しており、その普遍的なメッセージ性が世代を超えて支持されている点も見逃せない。この楽曲が1位を獲得したことは、単に音楽の美しさやアーティストの人気だけではなく、現代の社会的背景やリスナーの心情に深く根ざしている。私たちはしばしば、誰かに見られ、評価されることに疲れてしまう。そんな時に、透明になりたいという感覚がふと頭をよぎる。 これは決して弱さや逃避の表れではなく、むしろ自分を守り、再び前に進むための一時的な休息とも言えるかもしれない。それでは、私たちはどのようにこの感情と向き合えばいいのだろうか。まず、重要なのは、透明になりたいという感情を否定しないことだ。誰もが時には、のような気持ちに陥ることがある。そして、それは正常な反応であり、むしろ自分の心の声を大切にすることが。 次ののステップに進むための第一歩となるナンバーアンダーライン愛の「透明になりたい」を聞くことで自分だけがこのような感情を抱えているのではないということに気づくことができるだろう多くの人々が同じような思いを抱えておりそれを音楽という形で共有することで孤独感が少し和らぐこともあるまた透明になることへの憧れは自己探求や内省の時間を持つことの重要性を教えてくれる 私たちは日々の忙しさの中で、つい自分自身を見失いがちだが、時には立ち止まって自分が何を感じ、何を望んでいるのかを見つめ直すことが必要だ。音楽や芸術は、そのような内省の時間を持つきっかけを与えてくれる存在でもある。透明になりたいという願望は、単なる消極的な感情ではなく、むしろ自分自身と向き合うための大切なプロセスであることを忘れてはいけない。私たちの生活は、 特にここ数年、かつてないほどのスピードで変化している。ソーシャルメディアやテクノロジーの進化により、私たちは常に誰かに見られているという意識を抱えながら生活している。自己表現や承認欲求が強調される一方で、それが逆に私たちの心に重くのしかかり、透明になりたいと感じる瞬間もあるのではないだろうか。このような感情は、特に若者の間で強く、社会的な期待や評価から逃れ、 自分自身だけの空間を求める声が日に日に大きくなっている。ナンバーアンダーライン愛の「透明になりたい」はそのような現代の感情を見事に捉え、詩的に描写している。この曲を聴いた時、多くの人が感じるのは、日々の喧騒やプレッシャーの中で一瞬でも自分を隠してしまいたいという欲望だろう。私たちは誰かに期待され、その期待に依頼ようと努力する一方で、 自分自身の本当の気持ちや欲望を抑えてしまうことがある。それは学校や職場、家庭、そして友人関係の中でも同様だ。常に良い自分でいなければならないという社会のプレッシャーは時に疲弊を招き私たちに透明になりたいと願わせる。この曲が描く透明でいたいという願望はそんな現代人の感情を率直に表現している。また プロデュースを担当したウンディの独特な音楽スタイルも、この楽曲の成功に大きく寄与している。ウンディは、その音楽性の中で、時代の空気感を繊細に捉え、リスナーに共感を呼び起こす力を持っている。彼のプロデュースによって、透明になりたいという曲は、単なる、隠れたい願望を超えて、リスナーに自分自身と向き合う機会を提供している。音楽を通して、 私たちは自分の弱さや不安を認め、その上で前進する力を得られるのかもしれない。音の流れに身を任せることで、現実の喧騒から一時的に解放されるような感覚が、ウンディーの音楽にはある。さらに、この曲のテーマを広げて考えると、日本社会の中で特に強く感じられる、集団の中での孤独という問題にも触れざるを得ない。日本では、集団の調和が重視され、 この主張よりも全体のバランスが優先されることが多いそのため誰もが同じ方向に進むことを期待されその枠から外れることが難しいと感じることがあるしかしその枠組みの中で自分自身を見失いふとした瞬間に透明になりたいと感じる人も少なくないだろうこの曲がヒットした背景にはそうした日本社会特有の文化的なプレッシャーや抑圧感が潜んでいるのかもしれない 例えば、日常の中で私たちはしばしば、本当の自分を隠し、社会的な仮面をつけて生きている。その仮面のもとにある感情や思考は、時には他人に理解されず、孤立感を生むこともある。誰かと一緒にいるにもかかわらず、心の奥底では孤独を感じることがある。そんな時、この曲の歌詞がふと心に響き、自分自身を再認識させてくれる。 透明になりたいというシンプルな言葉の裏には、多くの複雑な感情や思考が絡み合っている。また、特にコロナ禍以降、私たちは他者との物理的な距離感だけでなく、精神的な距離感も大きく変化させられてきた。リモートワークやオンライン授業が普及し、顔を合わせる機会が減少する中で、私たちは自分が他者にどう映っているのか、自分の存在がどのように感じられているのかを再び考えるようになった。 その結果、自分の存在意義やアイデンティティに対する問いかけが強まっている。透明になりたいという願望は、まさにそのような現代の自己探求の一環として理解できる。とはいえ、透明になりたいという願いは、単に、逃避を意味するものではないのかもしれない。むしろ、それは自己再確認のプロセスの一部であり、一時的に外界とのつながりを断ち切ることで、内面的な成長や再生を目指すものとも言えるだろう。 この曲を聴くことで、私たちは自分自身の中に潜む本当の欲望や願望に気づき、その感情と向き合う勇気を得られるかもしれない。そして、その過程で、自分自身を取り戻し、新たな一歩を踏み出す力を見出すことができるのではないだろうか。音楽は、時として私たちの感情や思考を解放し、言葉では表現しきれない感覚を伝える手段となる。透明になりたいという曲もまた、 そのよううな力を持つ作品だだと言えるだろうこの曲を聴くことで多くのリスナーが自分自身と向き合い他者との関係性や社会とのつながりを再評価する機会を得ている。結局のところ透明になりたいという願望は誰しもが一度は感じたことのある普遍的な感情なのだ。社会の中での役割や期待に押しつぶされそうな時私たちは一瞬でも自由になり自分だけの世界にこもりたいと思うことがある。 それが必ずしも逃避や孤独を意味するわけではなく、自分自身を守るための一種の防御反応ともいえる。この曲は、その感情を優しく包み込み、リスナーに寄り添ってくれるような存在だ。曲がリリースされてから短期間で多くの支持を集め、1位を獲得したのも、まさにこの普遍的なテーマが現代人の心に響いたからに他ならない。そして、この曲が未来に向けて私たちに何を語りかけるのか。 それれはこれかららの時代においいても変わらない個人としての自己探求や社会との関わり方がこれまで以上に複雑化していく中でこの曲のメッセージはますます重要なものとなっていくかもしれない。透明になりたいという言葉が示すものは私たちがただ隠れたいわけではなくむしろ自分自身を見つけるための旅の一部なのだ。